どうも、ねずっちです。高校野球、昨日ですね、石川県、大会決勝が行われたんですけどね、なんと星稜高校が22対0でね、甲子園行きを決めたというんですけどね、すごいですね。決勝戦で22対0ちょっとね、相手のチームがかわいそうだなとも思いますけどね、ちょっと決勝に行った喜びがね、なくなっちゃうぐらいのやられ方のような気もしますけどね、なんと4番5番の選手が7本のホームラン打ったっていうんですよ。4番の南保選手が3本のホームラン、そして5番の竹谷選手が、4本のホームランということでね、まさに南保でもホームランが出るっていう感じだったんですかね。ねえ、だけどまあ、あれ、こんだけホームランが出てね、点が入ったら、スタンドのね、お客さんたちもすっごい声援盛り上がりがすごかったでしょうね。2つの意味でね、声量がすごかったっていうね、そんな感じがしますけど、で、僕の予想ですけどね、星稜の選手たちね、あまりにもワンサイドで勝ったもんですからね、余韻に浸って、ぼーっとね、しながらこう帰宅してですね、ついつい家の前を通り過ぎたんじゃないかと、ね、どっちもね、打ちすぎたってね、ねずっちです。では、また。